アブドラ国立大学病院略称古はヨルダンのあるラムサにある病院。イルビド県、アジュルン県、ジャラシ県、マフラク県の住民約100万人を対象に医療サービスを提供しており、ヨルダン北部最大の医療施設となっている。ヨルダン科学技術大学に付属する大学病院であり、大学内の医学部施設と隣接するキャンパス内に一致している。病院内は、 保健省や王立医療サービスのほか、ヨルダン科学技術大学医学部の教員である、常勤の医師、下界が置かれている。病院の総面積は95,583平方メートルで、2階建ての駐車場の面積は9,000平方メートルとなっている。病床数は683床で、緊急時は800床に増やすことが可能である。アブドラ国立大学病院は、 病床がすべて設置されている15階建ての高層ビルと診療所及びその他のサービスが提供される3階建ての低層ビルから構成され、また低層ビルの1階を通じて保健学部と繋がっている。アブドラ国立大学病院。アブドラ国立大学病院はアクシオナが1億2000万ドルで建てたもので、後期の国王不正院一斉によって会員されたヨルダン北部の住民を対象とした。 先進医療施設である。しかし、フセイン自身は、祖父、アブドゥッター1世の名にちなんで命名された大規模な病院の完成を見る頃には生きていなかった。アブドゥッター2世が発足し、2002年11月28日に、アブドラ国立大学病院は、短い間に、ヨルダン北部で最も著名で評判の良い、ヒエリ病院の一つに上った。 ヘリポートを含む緊急施設に加え、産婦人科、小児科、内科、外科と共に会員した。ヨルダン科学技術大学医学、私学、看護学の学生に限られるが、アブドラ国立大学病院と密接に関連していることもあり、実習やインターンシップのために研究室と居住施設を完備している。以下は、 アブドラ国立大学病院の公式ウェブサイトによる診療科である。現在、ヨルダン科学技術大学のオマールアルイコールジャラは、アブドラ国立大学病院取締役会長であり、病理学の教授であるイスマイル・マタルカが、総支配人となっている。ありがとうございます。